どうしてうまくならないのかな。このままじゃみんなの練習の邪魔になるだけだもん。うわ冷たくて気持ちいいもん。あれ、なんだこれ。うわー、とってもおいしそうだな、もぐ。ん？もぐもぐ、ファイト？誰だろう。おいしい。そうだ、みんなにあげよう、もぐ。あれはもぐもぐもぐ。はい、お弁当。うわー、サンドイッチだ。僕ちょうどお腹が減ってたとこなんだ。おいしい人参サンドだ。うん、もぐもぐってお料理上手だね。これは誰かが作ってくれたんだもぐ。はあ、でも本当においしいね。うん、おいしい。僕もう一つ。どっちったら急がなきゃまたチョッピに叱られちゃう。うわっ、危なかった。あ、ポチャッコ、ごめん。大丈夫もん？うん、ニンニン畑のニンジンにやる水も助かったしね。あ、ニンジンね。だいぶ大きくなってるよ。そろそろ食べ頃だもん。あ、ほんと？いい知らせがあるんだ。もぐもぐがそろそろニンジン食べ頃だって教えてくれたよ。ほんと？そうか、もぐもぐは地面の下でニンジンの様子がわかるんだね。そうだチョッピ、グッドアイデア。ん？おちゃっこ、ニンジンの世話、ご苦労さま。ニンジン大きくなったプル。うん、ねえみんな、今度の日曜日ニンジンのお弁当作ってピクニックに行かない？わはは、ポチャッコにしては名案だわ。お弁当がいいな。行き先はどこにする？やっぱりこにゃくに山がいいプル。僕、ちょっくらそのニンジンの成長ぶりを観察に行ってみようっと。あ、僕も。私も。マイム、もぐもぐは？今日はまだ見てないな。ねえ、もしもぐもぐが来たらニンニン畑にいるからって伝えてね。行こうマイム。ああ、なんだこの穴。ひどい。どうしたの？見て。あれ、この辺人参でいっぱいだったのに。泥棒だ。泥棒だって、さっきまでここにあったんだ。一体誰がやったのかプル。ところでもぐもぐは？またダウンしちゃったもん。一体誰だろう。神様が応援してくれてるのかなもん。おいしいニンジンジュースだもん。でも僕がニンジン好きなの知ってるのかな。ああ、なんだか生き返るな、モグ。そうだ、これをみんなに飲ませてあげよう。モグ。あ、モグモグよ。みんな、こんなところでどうしたモグ？今日はもうバスケの練習は中止よ。え、どうして？あ、暑いからでしょ。ね、これ飲んでみない？ニンジンジュースだもんぐ。おいしいよ。ニンジンジュース？ねえ、昨日のサンドイッチにもニンジン入ってなかった？うん、入ってた。どうしたもんぐ？もぐもぐがやったんだ。そんな、まさかもぐもぐが犯人だなんて。何？僕が犯人？何のこと？ニンニン畑のニンジンが盗まれたの。え？本当？あなた今までどこにいたの？僕泥棒なんてしてないよ。サンドイッチもこのジュースも誰かの差し入れなんだもんぐ。誰かって誰か知らない人？うん。あ、そうだ、証拠があるもんぐ。こんなの証拠にならないな。そうよ、もぐもぐが自分で書いたんじゃないの？うん。ツバメさんがやってきたのかな、プル。ツバメさんは南の島に旅行中よ。チョウチョさんかも。チョウチョさんにはニンジンは抜けないよ。僕帰る。あ、待ってよ、どっち。あたしも。ピルルまで二人とも友達でしょ。もぐもぐがこんなことするなんてショックだよ。僕、泥棒なんてしてないのに。も行くってさ、ね、もぐもぐ。うん。みんなで行くんだ。楽しいだろうな。うん。こにゃこにゃ山にお弁当を持ってね。きっと面白いよ。やめた。私も。ね、ピクニック行くよね。ね。ぼちゃこ、ごめんプル。ああ。もうこんな時に。きっと僕がいなければいいんだもん。もぐもぐ、待って。ごめん。もぐもぐ元気出して。きっと本当の犯人見つけるから。でもだからもぐもぐ、ピクニック絶対行こうね。うん、みんなで一緒に行くんだ。ありがとう。でも僕が行くとみんなまた帰っちゃうもん。僕は行かない方が。そんな、もぐもぐが行かないなら僕だって行かないから。僕も。どうしよう。本当にもぐもぐなのかな。あのニンジンジュースが証拠よ。でもずいぶん待ってるのに何も来ないプル。フクロウさんか。ねえ、明日にしようか。今日はニンジン大丈夫かな。あ、また僕が疑われるんだもん。またやられた。ねえ、これもぐもぐの足跡じゃないかな、プル。あ、本当だ。大変だよ、もぐもぐがいなくなっちゃったよ。もぐもぐが？今朝この手紙が僕のうちのポストに入ってたんだ。どれどれ？探さないでください、もぐもぐ。やっぱり犯人はもぐもぐだったのか。そんなことないってば。みんなで手分けして探そうよ。そうだよ、みんながそんな風に言うから夜こっそりいなくなったんだよ。だからもぐもぐが犯人なのよ。あそこ見て。つまりもぐもぐはいなくなり、盗まれた人参の穴の横にはもぐもぐの足跡がくっきりってわけさ。これだけ証拠が揃ったら疑われても仕方ないよ。もぐもぐ、みんな待ってるよ。ピクニック明日だね。みんな来るかな。そのためにも本当の犯人見つけなきゃ。そうだね。流れ星だ。あ、また。明日のピクニックにみんな来ますように。帰らなくちゃ。ゆうべ変な夢を見たんだ。僕もプル。それでなんだかわかんないけど今日のピクニック行かなきゃダメな気がして。行かないつもりだったのに、なんかこの辺で行くんだよって言うんだよ。ねえ、みんなもポチャッコの声聞こえた？プル？聞こえた。みんなー！ピルル、どうしたの？大変なことがわかったの。ポチャッコ、チョッピー。ごめんなさい。どうしたのみんな。実はもぐもぐは犯人じゃなかったんだ。フクロウさんが真犯人を見たらしいの。それはもぐもぐじゃなくてこの辺りじゃ見かけたことのないものだったそうよ。本当？もぐもぐに謝らなきゃ。もぐもぐ本当に家出しちゃったのかな、プル。よし、みんなでもぐもぐを探そう。みんなもぐもぐ、ごめんもぐもぐ、疑ったりして。本当にごめんなさい。許してもらえるかな、プル。いいんだもぐ、分かってもらえれば。ごめんねもぐもぐ。よかった、もぐもぐの疑いが晴れたぞ。ヤッホーヤッホーヤッホー。あ、またやられた。まだ一体全体誰なんだ？あ、これ足跡だもん。こっちの方に誰かいたっけ？さあ、怖い幽霊だったりして。幽霊に足はないよ。あ、そうか。初めて見た。人参泥棒らしいうちだね。ほんとっぷる。やっぱりお化けか何かじゃないかな。平気だよ、みんな一緒なんだから。僕をピクニックに誘いに来てくれたのかい？ちょうどケーキが焼ける頃なんだ。いい時に来てくれたよ。本当はね、今日のピクニックにこれを持って行ってみんなの仲間に入れてもらうと思ってたんだ。でも嬉しいな、みんなの方から来てくれるなんて。さあさあ、みんなこっちに座ってよ。はい、どうぞ味見してみて。さあ、遠慮なく食べてよ。おいしそう。おいしい。嬉しいな、みんなに喜んでもらえて。ところで君は誰だっけ？僕はグリです。はじめまして。これからみんなの仲間入りさせてください。これはそのご挨拶に僕が一生懸命に焼いた人参ケーキです。人参ケーキ？ああ、この人参泥棒。泥棒？そう、このケーキに使った人参はどうしたの？ああ、それは原っぱの向こうに大きな人参畑があってね。で、盗んだんでしょう。盗んだって？あの畑は僕たちの畑なんだ。え？君たちの畑？そう、それは知らなかった。それならそうと言ってくれれば。君のおかげで僕たちとっても大変だったんだからね、もぐもぐ。あ、うん。ごめん。おいしい。うん、本当においしいな、このケーキは。僕たちのために焼いてくれたのか、嬉しいな。うん、なんだかあったかい味がする。あ、そうでしょ。僕どうすれば許してもらえるの？もう仲間に入れてもらえないの？グリは仲間だよ。え？ねえ、そうだよ。グリは仲間だから泥棒にはならないんだよ。ねえ、ちょっぴ。ああ、そうだ。みんなの畑だから仲間は自由に人参を取っていいんだ。そうだもん。あ、そうか。ニンニン畑は僕らのもので、グリは仲間だからグリのものでもあるんだよな。一番世話をしているポチャッコがいいんならいいんじゃない？うん、このケーキおいしい。ありがとう、ポチャッコ。さあ、みんなも食べて食べて。まだまだたくさんあるよ。はい、どんどん食べるぞ。ニンジンジュース。あ、それは美味しかったでしょ。僕一人バスケの練習をやっているもぐもぐに感動しちゃって、黙って見ていられなかったんだ。よし、これからみんなでニンジンケーキを持ってピクニックに行こう。賛成。ボケっぷる。行こう。ニンニン畑のニンジンが大量に消えてたけど、またグリかな。待ってました。さあ入って入って。うわー、ニンジンいっぱい。これ全部食べるの？もちろん。今度またパーティーやろうと思ってね。さあ食べてみて。もう食べられないよ。ダメダメ、まだパイとケーキが残ってるんだから。うわー。